1時になりましたよ。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。またこのものすごく画面が時差があって気持ち悪い状態でお送りしなければならんのですが、はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速スパチャいっぱい皆さんくれてありがとうございます。本当だ、すごい、ありがとうございます。ちょっと皆さんちょっと音声のチェックをしたいなと思います。聞こえてますか皆さん。音声聞こえてるでしょうか、コメントで教えていただければ幸いです。マスクはいらんでしょう。はい、こんばんは。これあれですよ、前ね、作っていただいたウィリアム・モリスのイチゴ泥棒のマスクですよ。視聴者の方がプレゼント送ってくださった、はい、じゃあ皆さん音声大丈夫、和田の声も聞こえてますか。聞こえてますでしょうか。ありがとうございます。聞こえてるみたい。ありがとうございます。はい、じゃあ始めましょう。じゃあ始めましょう。はい、じゃあ和田お願いします。はい、今日はこちらになっております。おい、うーん、はい、こちらですね。はい、おなじみ五道 Q&A、 おなじみなんだ。視聴者様からの情報提供、みんなで検証、ターナー&ピドスマリ、また何か、また動物の話かな。初公式グッズ発表、はい、ようやくかよ。1年越しでというか。これが気になってたけど、何このアートカメラマンはだって。今ちょうど撮ってきました。あ、で作品を見せたいのね。はい、あとスパチャの収支報告ですね。はい、なじみ、はい、やらせていただきたいと思います。はい、こういった内容で、まあ、1時間、まあ、半からまた今回も、まあ、2時間いかないぐらい、はい、2時間弱ぐらい、はい、2時間弱ぐらいやっていこうかなと思っております。はい、大変だ。じゃあ、そういえば、三浦淳さんとのコラボが今大好評で、はい、あ、そうですか、はい、よかった、みんなも喜んでたよ。あ、喜んでました。うん、喜んでた、喜んでさ、はい、で、じゃあ飲みに行こうかって言ったらさ、はい、4時からにしてくれって言われて。え、4時から4時からかよ。4時から飲むんすか。いや、10時に寝てんだって最近あの人。めっちゃ健康的ですね。10時に寝てるから12時ぐらいまでしか持たんって言って確かにね、朝6時ぐらいにメール来るんだよ。6時起きてるんですね。6時も起きてんで向こうは。俺はすっごいまだこれから寝る時なんだけど。でもね、本当コメント欄でも皆さんおっしゃってくれてますけど、はい、大好評で本当に。ああ、そうですか、良かったです。はい、で、はい、第3弾、ほとんど仏像の話してないから。いや第2回からはちゃんと仏像の話もしていただいて。大してしてなかったぜ、あれも俺見たけど。で、第、3回が間もなくアップされますので。あれ何、3回にも分けたの。3回ですね。そんなにやるんだ。はい、3回でラストになっておりますので。あ、そう。はい。はい、分かりました。よろしくお願いします。なんかすごいたくさんお金くれた人いるぞ、おい。ま、1万2000円。ありがとうございます。ミップさん。ありがとうございます。お金は大切に使った方がいいですよ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと、何からやっていきますか。中身の方に行こうかなと思うんですけど、はい、今回もまた、ツイッターとコミュニティ投稿っていうもので、はい、質問を、募集しまして、はい、もう何百通も皆さんから。はい、もうここ来て俺もう見るのやめました。読み切れません。ちょっと、いくつか、はい、ちょっと、ピックアップさせていただいたので、はい、ちょっとお任せします。全員の質問は紹介できないんですけども、はい、いくつか紹介させていただこうかなと思います。はい、また何、和田のたどたどしい読み上げが。はい、じゃあ俺も見とかないとな、また和田がなんて読むんですかが始まるけど。ちゃんと調べてはきました。あ、ねえや、俺のとこ。あ、いい、うんうん。じゃあまずは美術関連のものからいきましょうかね。はいはい、ささやき叫びさんからです。はい、絵画と照明について質問です。昨年東京都美術館で開催されたゴッホ展の照明が1階と2階でだいぶ違うと感じました。お1階は色温度が少し低い落ち着いた印象のある照明、うん、2階は明るく作品の細部まで見やすかったと記憶しています。2階に展示されたゴッホの絵には強いスポットライトが当たっており、特にサンレミ療養院の庭は絵の具の
凸部分に光が反射して絵が輝いて見えました。作品の持つ力によるもの以外に LED ライトの直進性のためにこのように見えたのだと考えています。美術館は作品の保全のためにも LED を使うのが望ましいと思うのですが、蒸気のように増す魅力と逆に損なわれる魅力があるように感じます。これによって今後再評価されたり好まれなくなっていく作品が出てくるのではないかと考えております。五郎さんはどう思われますでしょうか。どうすごいな。あれですよ、照明は今ものすごく進化してるんですよね。まあ、LED のおかげというのも一つあるんですけれども、まずだからその紫外線をカットした照明っていうのが画期的にできるようになってるのと、あとまたそれ以外、今あのゴッホ展のお話ありましたけど、今展覧会に結構照明デザイナーさんが入るようになってるんですよ。これ結構ここ数年、まあ、せいぜい十数年の話だと思うんですけどね。で照明自体もこうデザインして、まあ、ここはこういうテーマだから、あんまりでも作品自体に当たってる照明が変わるっていうパターンは珍しいんだけど、その室内の照明自体のトーンをちょっと変えてみるとか、そういうことも行われてるんですよね。それはまあ大変素晴らしいことだと思うし、と思いますけどね。ただまあ俺たち昔の人だからたまには自然光で見たいなっていう贅沢な感じもしちゃいますけどね。もちろん直射じゃないですけども、ノースライトとか天窓とかからの自然光で見ても、本当に確かにおっしゃるようにも光によって色の見え方とかすごく変わりますんでね。それもまたでも一個一個の展覧会の個性っていうことで、いいんじゃないかなって。あんまりその色の作品自体の色調まで変えちゃうっていうのは問題あると思うけど、そういうことは多分しないと思うんで、まあ、見え方が変わるぐらいの感じでの変化っていうのはあってもいいかなって思うんですよね。で、ちなみにゴッホの絵の具のツヤがいいっていうのは、これは割と有名な話で、でゴッホの弟のテオ自身も結構それを売りにしようとして出た記録があるんですよね。うちの兄貴の作品はツヤがいいみたいな。でこの話前もしたかもしれないんですけども、修復家の岩井さんと話してた時にも出たんですけど、あんだけ厚塗りなのにゴッホの絵が割れてないのはなんでだっていう話をしてて、まあ、これはまあその雑談の中で出た推測に過ぎないんですけどね、ゴッホってテオがいい絵の具を送ってくれてんじゃん、でそのいい絵の具をほぼチューブから出したまんまものすごいスピードで描いてるんですよ。もう1日で仕上げちゃうぐらいのスピードで、だから下の層と上の層で乾く時間にあんまり差が出ないんだよね。ちょっとずつ塗り重ねていくとやっぱりその乾く時間に差が出てきちゃうから、それがひび割れの原因になったりもするんだけど、ゴッホはしかも絵の具混ぜたりとかさ薄めたりとか余計なことしないでさ、もうほぼチューブから出たまんまの状態で描いてるから、まあ絵の具屋が考えたベストな状態のあれで描かれてるからツヤが良くて割れないんじゃないかっていう。なんかほら車でもさノーマルが一番早いみたいなのあるじゃん、だからチューブから出したままの絵の具がまあ一番まあ理想的な状態になるように絵の具屋は調節してるわけだよね。それがかえっていいんじゃないかみたいな。セザンヌとかもバキバキに割れてるもんな、そうですね、やつが見るとなんですかね。ゴッホはもう描きたくてたまんないからもうそのままバーンっていっちゃうっていうこと、ね、バーンバーンっていっちゃうんですよ、ものすごい速さで。乾きもしないのに送ってくるから絵の具がくっついちゃってタイムとかってテオが抗議してて、もうちょっと乾かしてから送れっていう書いたりしてるよね。はい、そういえばちょうどあれですね、自然光で見たいって方もねコメントしてましたよね。はい、そう、逆にね最近それが少なくなったんだよ。あ照明が良くなりすぎちゃったもんだから、うん、なん
か自然光が入る美術館もあるよ、あるけど、やっぱり自然光は自然光で、また天候とかそういうのにすごい左右されたりするからさ、ある程度やっぱり照明の助けって必要なんだよね。東京だとそのまあまあありますけど、そんなにはないですよね、自然光ガンガン入る。まあ、いや、今そういうふうにしてないんだよね。結構古い美術館だったら、立った時はそういう自然光が入るように、特に上から入るようにしてあるとは思うんだけど、今ちょっとチャットで昔の人はろうそくで見てたのかなみたいなコメントもありましたけど、それ夜はそうだろうね、ろうそくとか照明で見てただろうね。それもなんか味がありそうですね。味がありますよ、そういう状態で見るっていうね。だから宗教画なんかは本当はやっぱり教会にあったやつは教会で見るのが、仏像をお寺で見るのが一番っていうのと同じで、それはそれであるんですよね。だけど仏像も博物館に来るとそれはそれでさ、いい照明で、お寺では見られない裏側まで見れたりするっていうのがあって、だからこれが正解っていうのは多分ないと思うんですよ。だからそれぞれの人が自分が一番いいと思うな。同じ作品でもいろんな場所で見るとまた見え方が違って、見て見えて何度も楽しめるっていうことだと思いますよね。続いての質問いってみましょうか。はい。あ、5000人。5000人も前にして今話しているんですけど、責任ありがとうございます。責任が持てないですね。責任が。はい。ちょっと1問目でもすでにいっぱい皆さんスパチャいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ポンポン言って。はい。アペルタランさんです。ジャンル問わず過去の歌手や作家、表現者が酒や麻薬に溺れたりしていますが、彼らの作り出した作品にそれらが影響しているとしたら、それも才能と判断されますか？個人的に特に薬物が絡むと、どんな素晴らしい人でもテンションだだ下がりになってしまいます。多分そうだと思うよ。ミュージシャンもみんな言ってるよね。薬で何かいいものができると思うのは間違いだと。やっぱりやってる時ろくなもんできてないよね。まあそうですね、ミュージシャン多いですもんね。なんかドラッグでね、すごい世界が見えてね、そうじゃないとできないものができたみたいなこと言いがちだけど、それはほぼ嘘だっていうのは多くのクリエイターが証言してるとこだよね。そういう、まあ仮にそういうことがあったとしても、それはその後冷めた時にその感じを思い出してっていうのはあるだろうけれども、最中にはないと思うし、じゃあそういうのドラッグやんないと絶対できないかっていうと、そうでもなかったりするよね。ゆとりの場合はアルコールですけど、あれだって別に酔ったからあれかけたわけじゃないですよね。かけたわけじゃないですからね。酔ってなきゃもっとかけたと思います。かけたかもしれないですもんね。ただそのあれですよ、その酒飲んだりドラッグしなきせざるを得なくなるような心境というのは、それはあるわけですよ。それはやっぱり作品に反映するっていう部分はあると思いますけどね。確かにそういうなんか言っとるアルコールだからじゃなくて、アルコール飲まなきゃやっていけない環境だから、ああいう絵を描いたっていう。そう、描いたんだよね。で、飲んだ方がいい絵描けるかっていうと、必ずしもそうじゃない、むしろそうじゃないことの方が多いとは思いますけどね。ありがとうございます。次、はい、次行きましょうか。北八妙子さん、よしこさん、ちょっとわからないんですけど、五郎さんは出されたものは何でも早食い。妙子さんとよしこさんと両方の可能性のある字ってどれ？脳にこう能力の脳。これ妙子さんとは読まんだろう。よしこさん、よしこさん、はい。五郎さんは出されたものは何でも早食いの感触とおっしゃっていましたが、サバ以外な食事のアート（食器等のこだわりはないですか？）今までこれはという食の思い出はありますか？こだわって自分がさ作る時には全然こだわりないよ。だけどお店で出てくるのはさ、もう特に和食屋さんなんか
素晴らしいのあるよね、うん、器と料理の合わせ方とか、うん、もうそれはもうそうやって出していただく分には堪能さしてますけどね、うん、これはという食の思い出って何それはびっくりしたってことですかね、まあ、演出みたいなことですかね。もう全然さそのさ器とあれとか期待してる答えと違うかもしれないけどさ、俺昔チュニジア行った時さ、チュニジアのもうすごい田舎行った時にさ、なんかもう日本人初めてみたいな見たみたいなさところでさ、よく来てくれたとかって言ってさ、あの今から料理作るからって言ってさ、いきなり子羊さばき荒の名のもとにって言ってさ、いきなり荒の名のもとに今からさばくのかよとか思って、うわーとか思ったんだけど、もう五郎さんが見えるような距離でやってるんですか、うん、この羊は近くにいるんですか、五郎さんの羊います、見えると見える距離ですよ、見える距離あれ今から作るんだみたいな。でさ、お客さんにはさ、頭焼いたとこ出すで、バカって待って、この脳みそがうまいから食えっつって、うまかったんだよ肉もうまかったんだよ、それがまたうまいっすね、うまかった道徳お腹空いてたしお腹空いてたし、うまかったそれ確かに、それはこれはと思ったよこれはきついと思ったよこれはきついと思ったけど、うまかった。きっと最高のおもてなし、最高のおもてなしなんですよ、すごいいいおもてなしをしてくださったんですよ。またどうよ、そういうのいや、私はダメですね。あの魚とかも無理です。なんかそうだよな、ピチピチしてるのを見るのも、あ、なんか踊り食いとかっていうのもあんまりちょっと嫌です。イカに醤油かけたら、あ、嫌です。ちゃんと殺してほしい。いや、殺してたってお前海産物食えねえじゃんかよ。食べれないですけど、お顔あるから嫌だとか言うじゃないかよ見るのも嫌です。確かにいるよね、あの、うん、イカのピチピチだって外国の人とかね、うん、なんて残酷なことをするんだみたいなね。いや、そうですよ、とんでもないですよ、あのアワビの残酷焼きとか、本当に残酷焼きだよ。あれ、まだ通点というか、なんか痛みを感じるって本当ですかね。うん、そういう人もいますよね。言ってるよ、あのエビも、あの甲殻類も痛みを感じるとかって言ってさ、オーストラリアかなんかで禁止になっただろ。あ、禁止になった。なんかあの痛くなくしてからやるみたいなさ、こういうことを言ってるけどさ、俺またこんなこと言うとオーストラリアに怒られるかもしれないけどさオーストラリアの昔さ、あの日本に輸出するオージービーフのさ工場みたいなのさ見学させられたんだけどさ、もうこっちからもうって言って入っていくとさ、こっちからパックになって出てくるみたいな、この人たちにあんまりエビギのこと言われたくないなとは思ったよ。牛はいいのか、牛はいいのかって思ったよ。あとカンガルーボンボン跳ねてんじゃん、あの人たちさ、カンガルーバンパー、このバンパーつけとけばカンガルー引いたって大丈夫だとか自慢してる人たちにさエビが通学あるって言われてもなとはちょっと思ったけどね何の話だっけ食べ物だよ。じゃあ次に行きます、はい、ベイさんからです。こんばんは、知識はないけど絵画が好きなのでこちらの動画で学習しています。美術館の魅力的な企画展についつられて見に行っちゃいます、うん、五郎さんが企画するとしたらどんなテーマで作品をセレクトしますか。解説付きで見たいです。大塚国際美術館でできないかな、関係者の方見てないかな。あ、どうだろうね。いや、やっぱり学芸さんに企画してもらった方がいいと思うけどな俺たちはそれを見てあれでもないこうでもない言ってるだけの仕事だからね。五郎さんならではみたいな。あれですよ、だからあの黒の闇と白の闇のシーズン出したじゃないですか。だからああいう感じでやっぱほら
天使の絵ばっかりとかさ、うん、そのテーマでこうくくったやつとかね、うん、やってみたいなっていう気もするし、あとそれはあの日本のさ、あの意外忘れられてる洋画家さんのね、やつとか結構やりたいですけどもね。あ、いいですね、この間やった山下凛さんなんかも皆さん、まあでも持ってこれないけどね、今日ほぼ教会にあるから山下凛とか持ってこれないですけども、でも皆さん本当興味持たれて、すごい動画のコメントも、うん、はい、盛り上がってた、はあ、うん、合成田吉松とかも手だけやってるか、いや何度か やってるんだけど、うん、もう結構その後の世代の人とかもいるんですよね。そうし、うん、あのやるとしたらやっぱり知らない、意外にいいのに、いいのにそれほど知られてない画家の展覧会をやりたいですけどね。いいですね、うん、新しくなんか生まれそうですしね、それ知られたことで。続々スパチャありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれお答え、皆さんちょっと読み上げられないんで申し訳ないんですけども、まとめて後でまたあれしますよ、はい、動画で出したりしたいなと思いますので、はい、それの皆さんのお気持ちにお答えするためにはどうすればいいんですか、これ、はい、質問に答え続ければいいんですか。はい、そうですね、はい、じゃあ次、三浦淳さんへのとのことで質問が結構来ていまして、なんだって IIYTO さんからなんですけど、うん、40万人おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。三浦淳さんと話されるときは普段からあんなに関西弁なのですか？お二人が関西ゆかりの方なのは承知しておりましたが、テレビでご一緒のときは標準語だったので、あ、だったと思うので気になりました。あれは YouTube だけのサービスなのでしょうか？アート関係なくてすみません。違うよ、あれさ、多分気がついててる人もいるかと思ってさ、途中からだんだん標準語になってってると思うんだよ。あれ始まる前にさ、もうクリアいなや散々散々なんか話し始めたでしょ、はい、であれを普段話してる感じで話してそのまんまの流れで入ってきたから最初関西弁なんだよ、はい、皆さんも本当なかなか戻、どっちかが戻、だんだん戻していかない、お互いた、あの皆さんとかもそうなんだけど、相手が話してくれないともう持ちこたえられないんだよ。どういうことですか、持ちこたえられない？いやだからなんかほら吉本の人とかさ、相手構わず大阪弁で話す人いるじゃない、はい、だけどもうそれほどの関西弁力がなくなってるから、俺にせよ三浦さんにせよ、相手が関西弁話してくれないと持ちこたえられないんだよ。相乗効果で、相乗効果でなるんだよ、うん、そうだったんですね、うん、だから戻していく時もお互いこうだんだん戻していかないと、じゃあ普段あの、まあ、最近はいけないのかもしれないですけど、飲む時とかも、飲みに行った時はもう別に普通で、二人きりだとそうなるよね。へ、うん、本当に皆さん嬉しそうでしたね、もう、うん、収録前から結構もう来るやいなや、いないや、うん、すごいですから皆さんのトーク力は、もう回ってない時が、まあどんな仕事でもそうだけど、回ってない時のが回ってる時の何十倍も喋ってますからね。ずっと話せる人ですから。いや、本当ありがたかったですね。うん、あ、ちなみに今今日の腕時計何はめてますかってコメントがありましたけども、何を？あ、今日はこれあれだかあれだ、ブレーゲの。あれですね、なんて言ったっけな、これ名前忘れちゃったよ、クラシックの、はい、なんとか、すごい、かっこいい、なんとか言うんだよこれ、要するに、あの初代ブレゲがスースクリプションっていう時計を、フランス革命後にですね、はい、フランス革命後にスースクリプションという時計を作ったんですよ、はい、それはもう昔はほら受注生産だったじゃないですか、はいはい、それがあの市民革命が起きた後、一般市民にこう販路を拡大していかなきゃいけないっていうんで、なんか前金制度で時計を作るっていうのを一般市民向けに始めたんですよ、そのススクリプションを腕時計に、ススクリプションのメカニズムをちょっと腕時計っぽくアレンジしたやつなんですよ。でここに結構その初代ブレゲの発明のいくつかが入ってるんですよ、パラシュートサスペンションとかそういうね、
それが面白くて買ったんだけど、時間が見にくくてしょうがないんだよ。ちっちゃくて。あ、その白い部分です。白いとこだけなの？うん、ここだけなんで。で、あまり、今のね、この同じモデルね、もうちょっとでかくなってるよ、文字盤が。これ一番最初のやつで、見にくくてしょうがねえよって。メカしか見えないよっていう、スースクリプションのメカ。メカ見るにはいいんだよ。パラシュートサスペンションって何ですかって言ったら、これですって言って見せれるしね。ブレゲヒゲってどれですかってこれですって。まあちょっと時計に関してもね、あの、まあ、ちょっともうすぐはできないでしょうけども、結構リクエストは来てます、ね、いやみんなね、あのリクエストしてくださいますけど、実際に時計の話始めたらみんな引くもん、はい、知ってるもん俺。誰もついてきてくれないんだもん結局は。確かに。もう随分それでひどい目にあってんだもん。うん、みんなさ一応聞いてくるんだけどさ、話し始めるとさ途中から聞いてないんだよもう。悲しい。まああれかもしれないですね、あの五郎さんと同じレベルの人が隣とかにいた方がいいのかもしれないですね。僕らだと理解できないもんね。できないですね。へえしか言えないもん、ね、いやそんなにね難しい話じゃないんだよ。ないんですか。うん、いやだもうこれは時計の仲間で集まるときによく言ってるんだけど、決して難しい話はしてないと我々。なのにもうこの誰もついてきてくれないのはね、そもそも興味がないってことなんじゃないかと。でもなんか言うあれでしたよ、セイコーミュージアム の、うん、あの方も五郎さんも本当に知識がすごすぎて、なんか自分たちもびっくりするっておっしゃってました。セイコーミュージアムの人が、はい、やってます。セイコーミュージアムの人にすら惹かれちゃうから。それは確かに五郎さん特殊な。いやいやいや違うんだよ。あの今もう7000人の突破して、ありがとうございます、ね、これ時計の話始めたらね500人ぐらいに減り。そんな興味ない。はい、じゃあ行こうぜ、美術の話しようぜ、美術の話のがまだ、はい、まだしも。あ、じゃあ、あ、はい、三浦淳、あ、NK さんですね。三浦淳、また三浦さんの話かよ、好きだな。美術のです、三浦淳さんの絵に感動しました、うん、三浦さんの仏像の解釈、そのプレゼンテーションと絵画が混然一体となって魅力を放っていると思います。五郎さんの三浦さんの絵の評価、芸術家としての三浦さんへの評価はどのようなものでしょうか。三浦さんのあれもね、随分あれ変わってんだよね。でやっぱコロナで大きく変わったんだよね、画風が。実は、うん、あのまず、ね、技術的にはどんどん上手く、なっていってるのとね、すごくまたこう物それ以前はなんていうのかな、やっぱほらあの話、本人も話でしてたけどさ、仏像割とフィギュアとして捉えてさ、はい、あの村上隆のスーパーフラットじゃないけどさ、それを例えばさ、あのウルトラマンが弥勒菩薩だって言ったらさ、弥勒菩薩とウルトラマン描いてみたいみたいなさ、そういう感じだったんだよ。あのいろんなあの、まあ、怪獣だとかさ、あの人の好きなものの中の一つとしてフラットにさ並べて描いた作品が多かった。それは今はもう仏像単体で描くようになってきたから、あのそのそれぞれの仏像そのものの何かをこう出そうっていうね絵になってきてるんですよ。ご本人も本当向き合うようになったみたいな、なんていうんですかね、本当に今描いてるのが割とこうつながっていくらしいから、これ全部集めるとあの岡本太郎の明日の神話を超えるぐらいの大きさに。すごい。それ連作ってことなんですか。ある程度連作になるような書き方をしてるらしいよ。へー、楽しみ。うん、あの持ってきてくれたやつは結構色鉛筆で書いたやつとかあったんだけど、もっと でかいやつのをいっぱい書いてんだよ、コロナになってアクリルで。それが一つ一つの仏像がなんか隣り合わさって、どういうなんてこう並べてみたこと、並べる場所がないっていう話を今してるから。確かに岡本太郎レベルだったら、うん、なんかあの置く場所は糸井さんのなんかイベントで一回並べたみたいなこと言ってたけどね。いやそれも楽しみですね。
じゃあ次、サリーさんからです。はい、五郎さんは毎回 YouTube を撮る前にどのような準備をしていますか？いつも絵画や絵の内容に限らずいろんな引き出しがあってとても勉強になっています。もう準備大変だよ。ちょっと辛くなってんだけど、まだ。そうですよね。そうですよね、じゃねえよ。辛くなってんだよ。動画も長くなりっぱなしですから、ね、長くなりっぱなしだしさ、なんかただ単にさ、ただこれはこういうあれですみたいなあれだけじゃなくてさ、はい、なんか一個自分の意見的なものも入れなきゃいけないと思ってるからさ、はい、それがこれはこういうことが言えるっていうところに行くのまでが大変なんだよ。いやでも別にただこれはどういう絵ですっていうんだったらちょっと調べりゃさ、すぐ分かることだからいいんだけどさ。僕もちょっとこのチャンネルの魅力の一つは、そのなんていうか、最後教訓みたいなところまでたどり着くっていう。いや必ずしも教訓もないんだけどさ。あと同じ作品なりでもさ、って解釈いっぱいあるわけだよ。でそれの中のどれを取るかとかさ、どの解釈を取るかとかどこら辺まで言っちゃって大丈夫なのかとか、これ以上極端なこと言うとこれはもう間違いになってくるよなみたいな線だとか、そんなのがすごい難しいよ。一応チェックしなきゃいけないの。まあ、なんかインターネットがあってよかったと思ってるけど、なかったらできないよこれもう。そうですね。五郎さん、でもなんていうか、もう恐れずご自身の意見を言っていただいてるなと。いや恐れてるよ。恐れてるんですか。一応 今どういうこと言われてるかなって調べてから言ってますよ。でも皆さん五郎さんなりの解釈が一番楽しい。だけどなりだってさ、そんなにデタラメなことは言えないわけですよ。なんか誰もびっくりする。こうもうちょっとネタバレになっちゃうけどさ、この間さ、島崎さんがさ、ピーロ・デ・ラ・フランチェスカのね、はい、キリストのムチ打ちがね、はい、なんであんな本体がちっちゃいんですかみたいな、はい、和田も言ってたじゃん、はい、で俺、いやそんなの別にさ、よくあることだよっつってさ、うん、こっちに書いてる人誰なんですかって言うからさ、絵頼んだ人なんじゃないのっつってさ、言ってたらさ、うん、で違うやつやろうよぐらいの話したじゃん、はい、そしたらさ、ちょっと気になってちょっと調べたけどさ、もう俺たちが学校で習った頃からさ、今までにさ、あの作品ものすごいたくさんいろんな説が、あ結構注目されてるんですか。うん、っていうかもう我々が学生時代からもうすでにあったんだよいっぱい。でそれがさ、またいちいちさ、すごい人たちがロベルト・ロンギとかさ、ケネス・クラークとかさ、アンリ・フォションとかさ、各界のレジェンドたちがさ、各国のレジェンドたちがさ、いろんなこと言ってるんだよ。だから自分たちが大学時代にさ、ちょっとさ、やったことだけで言うとさ、ひどい目に遭うっていうことが、一応ちょっと新しめのところとかも踏まえて話をしていかんとなっていう、うん、だから今度やりますよ。キリストの宅急、今どういう解釈になってるのかっていうのを。ちょっと僕らもまだ収録してないんで、どんな内容になるかあれなんですけど、うんうん、いいですね。ちょっとまあそんなこともあってね、大変大変で、あと美術の本すぐ絶版になりすぎ。まあね、読む人はね少ないですからね。もうめっちゃ俺日本の古本屋で今買ってるのよさ。で、すぐ絶版になるのと、Kindle がないからさ、もういちいち、まあ、紙で買わなきゃいけないからさ、紙の本をいくら応援したいとはいえさ、かさばるよ。そう、もう私、俺、いや、大変なことだったな、もう今。いや、この間、ワンテーマやんのにさ、段ボール箱1個ぐらいさ、すごい。そうですよね。コメントでも、まさか、マガジンを、撮ってあるとは思わなかったみたいなコメントもあってね。もう、まあ、マジになんか撮ってあるのことよりもさ、出してくる方が大変だっていうこと。そうですね。どこに行っちゃったんだか。エッシャーの
4冊もんな高額コレクションのさ、はい、箱いまだに出てこないよ思った。また今度はあれか、僕らあのなんか五郎さんへのお礼も兼ねて掃除、掃除会やるか。ああもうやってくるのもう五郎さんの書斎掃除会、もう届く本棚に届かなくなってる。ああでも皆さんも確かに大変そうだっていうのも 大変ですよもう本当にこの番組読んだ書庫が本積んでたやつがガラガラガラ崩れてきたりさ、足にバーン落ちて、美術の方重いじゃん。確かにそうですね。髪もいいです、いいのが多いですね。何だっけ、レミド・グール、フランスの詩人のレミド・グールモンかなんかがさ、はい、本棚に押しつぶされて死んだんだよね。うん、グールモンの気持ち分かるようになってきてるの。これはいつか死ぬなと思ってるのもんね。ゴロさんも死因、うん、足でもあそこで地震来たらもう死ぬだろ、やばいです、うん、地震来なくてもやばいと落ちてくるんだよ最近。あじゃあちょっとそのあなんていうかゴロさんの今までの、ね、頑張ってきたというか、あ、まあ、分かるものがある、俺の頑張り、はい、はい、あるんで。何これ、これあのサムネ全部並べました。今までのこんだけやってきましたよ。こんだけやってきたよ。もういいだろ。もういいだろ。今が100いくつ ?100 いくつだっけ ?100 いくつ ?107 とか8とか。107とか8とか。だった気が。それ、あの、歌歌ってたりするのも入れてたろ。あ、入れてます。そんな余裕があったんだよ、初期の頃は。え、今日歌わないんですかってコメント。歌わないよ、もう余裕ないよ、そんな。これちょっと和田に言ってたんですけど、いずれこのサムネイルで、なんですか、並べたら自然と五郎さんの顔になってるみたいな、なんつうか、あなんかタイルアートみたいな、ジャニーズの人がよくやるようなやつ、ジャニーズってやるんでしたか。そんなになればいいなと。あ、今日で104、今日で104個目らしいです。ああ、そうか、はい、はい、いずれ100個超えたんだな。そうです、ね、ありがたい。でも皆さんのおかげですよ。はい、歌ってくださいね、溢れちゃう。いやいや、で歌ったら歌ったでボロカス言うんだもん。はい、じゃあちょっと一旦ですね、はい、私質問コーナーは後半に取っておきまして、はあ、視聴者様からの情報提供コーナーにちょっと行こうかなと思います。このチャンネル、視聴者の皆さんがやっぱり博識な方が多くてですね、いろんなご指摘をいただいたりとか、新しい情報をくださったりとか、ああで五郎さんが分かんない部分もこうなんじゃないかとかっていう、はいはいはい、アイデアを、特に動物にうるさいんで、ね、動物、そうですね、動物情報すごい、動物情報すごいですよね。これは何、ピロスマニの回か、はい、そちらから行きましょうか。動物にうるさいね、みんな。このピロスマニーが描く羊のお尻が変だっていう話をしたら、はい、それはシビ用じゃないかっていうそういう羊がいるんだって。あ、それあ、そっか、それ、はい、それですね、うん、大丈夫です、それですね、いいの、合ってました、はい、まあこそっちの方が分かりやすいかな、ね、あの確かにいるんです。んこん、うん、もっとね、垂れてるやつ、こういうお尻のところに油が溜まってね、垂れてる羊がいますよ、うんうん、それじゃないかっていうご意見をいただいてました、ね、はい、まあ、そうかもしれない、はい、そうかもしれないけど、いずれにせよ変だっていうのはあると思う。また、まあ、これ、うん、これかな、うん、そうですね、そうかもしれない、描きたか、ピロスマニが描きたかったのはそれなのかもしれないですね、うん、確かに。これの、ここを食べたことある？いや、ないですよ。ここ、あの中華で出るよ。中華、うん、あのラクダムコブとか食べさせるような店行くと、このシビオのここも、出るよ。プニプニして、しとくと、シビオっていうのは油の尻尾の、油の尻尾の羊、はい、うん、と書く。僕これコメントいただいてちょっと調べたんですけど、はい、なんか
羊って、うん、家畜としての歴史が長すぎて、うん、尻尾が退化してる人がすごい多いらしいんですよ。で、まあ、僕らが知ってる羊って実は飼われてる羊は尻尾切られてると、実は。あ、そうなんだ。はい、うん、なんか退化しちゃってて、その尻尾が不衛生、自分で触れないんで、うん、まあちょっと汚い話、糞とかがですね、うん、ついてそのまま取れなかったりとかして、だいぶ不衛生になっちゃうんで、まあその家畜としては切っちゃうらしいんですよね。うん、はい、で、そういう羊の場合と、こういうシビオっていう尻尾も生かす、生かして育てるっていうタイプがあるらしくて、まあ、中央アジアとかその中国ヨーロッパの一部とかではまだこういう、ね、シビオっていうのがいるっていうことらしいですね。うん、はい、なるほど。うん、じゃあシビオで、シビオということで、シビオということで、はい、ぼんじりみたいな感じですかって。あ、ぼんじりほど歯ごたえなかったような気するな。あ、俺結構、でもなんかノリ的にはぼんじり、ぼんじり感があるよね。で、焼き鳥のね、鳥のあれも俺好きだよ、あそこ。やっぱ油、本当に油が多い。油が多いんだけど、なんかね、多分ね、あれ中華のやつってね、一、うん、回干してんじゃないかな、なんか油抜いて、それを戻して調理してんのかもしれない、ね、なんとなくそんな感じの食感だった。干すの好きだから中華干して戻すの好きだから。で、次はこれ、これ、はい、またピロスマニ、ピロスマニ、このあの可愛い鹿ね、はい、この後ろのディズニー感がある白いのは、あ、これはバラだったという、はい、これは間違いないですね、確かに、確かにバラです、はい、うん、なんか向こうが抜けてるみたいに思ってたけど、違う、バラが咲いてるんですかね。で、この角が変だ、はい、角が変な鹿みたいなやつということで、はい、で、これ皆さん複数ですね、コメントいただいてまして、うん、いただいてましたよね、なんかいろんなことをおっしゃってましたよね、皆さんね。まず、山口武史さん、はい、はい、いつも楽しく拝見しております、はい、つきましては気になったことがありまして、はい、以下に記載しますと、はい、角が変な鹿と思われる絵については、生息地と角の特徴から牛かヤギ赤シャモア族に属するシャモアの可能性がありますと。シャモはこれだよ、でも。どうですかね。その、どうだろう、違うぞ。こうネジネジしてないぞ。後ろに、まあ、亜種がまあいろいろいるんでね、もしかしたらっていうのは。これではないかもしれない。うん、うん、あとは、はい、こういうご意見。また注文だと、うん、はい。じゃ続いて、ブービー、まあ、ブギーピンクさん。はい。はい、こちらコメント欄でいろいろな説が出ていますが、ブラックバックじゃないでしょうかと。ネジネジの角、若い個体の角が茶色なこととそっくりですと。これですね、ブラックバック。確かに角ネジネジなの。ネジネジですね、なんですけどね、これネジネジな上に枝分かれしてるんですよ、この角。しかも一箇所じゃないんですよ、この辺も枝分かれしてるんですよ。うん、これは一体これで分かりすることあるのかな、ブラックバックも。どうなんですかね。ね、確かにちょっと似てますよね。似てますよね。色は似てますよね。うん、うん、似てます。はい。うん、で、3つ目。はい。これは、水没するタイプの虫けらさんから、うん、謎の鹿はノロジカに見えますと。ノロジカ。はい。変は変ですけど、サイズ感、体色、角の分岐様式は割と特徴を捉えているようなと。ノロジカは確かジョージアにも分布しているはずですと。もうちょっといい写真なかったとか、これ、角の皮が剥けてない。これネジネジになるのかな、ノロジカも。これどうなんですかね。角の写真みたいなのも用意してあるんですけど、角だけの。どれ？ノロジカの？どこにある？あら、ない。のどじかの角。あら、見た感じないよね。じゃ角の画像は後でちょっと皆さんにお見せするんですけど。島崎さんがさ、始まる前からのどじかのどじかって騒いでたのはこれ。実はね、島崎さんはのどじかだと。僕はのどじか派なんですよ。あ、のどじか派なわけね。だからのどじかのどじか言ってたのね。
水没するタイプの虫けらさんに僕だいぶ共感しまして、じゃあこの写真じゃダメじゃんかよ、もっと濃いやつ。なんでかっていうと、うん、ノロジカなかなかちょっと画像はなかったんですけど、うん、実は僕も初めて知ったんですけど、牛と鹿って違いを見分けるときに角で見分ける、肩に見分けられるらしくて、で、今まで出てきた、ヤギ赤とか、うん、霊羊類とかっていうのは牛科なんですよ、うん、で牛科は角が分かれないんですって、うん、絶対一本だと、うん、後ろに反ったり前に行ったりとかするけど、うん、で、このノロジカとかこの鹿は、うん、分かれるんですって、うんうん、で、なんか日本で分かれてるよ、はい、で、だからあとこれがネジネジになってればいいんだよ、なってればいいんです、ね、だけどこれじゃ分からない分かんないと、うん、ね、ね、その島崎さんが見た写真はネジネジになって枝分かれしてたの、ね、ちょっとその画像をちょっとね、出そうかなと思いますね。いや、だからネジネジになってたかなってなかったかを聞いてるんだよ。それちょっとみんなで見たいなって。あ、みんなで見たいの？そんなもったいぶるほどのことなの？いやいやいや、今自分でハードルすごく上げたぞ。いやいやいや、大丈夫か？いやでもね、これ結局分かんなかったって感じになるかもしれませんけど、っていうかピロスマリの絵に対してみんな向きになりすぎなんじゃないだろうか。空想のものじゃないみたいな話もあります。俺はそれ、その説明、空想というか適当に書いた説だよ。でもなんか僕ピロスマに愛着あるから、のど鹿だって、何か実際のあったんじゃないかなと思うんですよね。シビオもいましたしね。なるほどね、はい、でちょっと待ってます、画像ちょっとじゃもうちょっとかかっちゃいそうなんで、はい、じゃあのど鹿の話は置いといて、置いといて、はい、次行きましょうか、ね、次何の話ですか、はい、ターナー。ターナー、はい、じゃあターナーそっちから行きましょうか、はい、これ戦艦テレメールじゃないの？そうですね。これはどうした？これはですね、あのイギリス人が大好きな絵、はい、大好きな絵と、はい、いうことなんですけど、こちらは、はい、これ複数の方から情報をいただいてたんですけど、うん、この戦艦テレメール、これまた色悪いなこれ、うん、007スカイフォールで、ボンドが Q と初めて会う時に背後にあったと、うん、Q ってのは若手の技術者みたいな方なんですけど、うん、まあ、スカイフォールではちょっとなんていうか、ボンドはもう老兵というか、うん、昔のタイプ、昔のタイプのやつで、そこでなんていうか、これから乗していくっていう Q と、あ、世代交代ね、はい、この古い帆船とを、はい、解体場に向かって栄光していく蒸気船、うん、新しい蒸気船、世代交代の象徴としてこの絵が使われてたと。ああ、なるほど、それ見てないけど差もありなんですよね、うんうん、だからなんていうか、映画って、まあ、日本でもそうなんでしょうけど、こういう知識しとくとより深く分かったり、知識がないと理解深くできないっていうものも結構あるんだなっての改めて、まあ、思いましたね。そう思った、はい、まあでも分かるわけだろ、これ知らなくても、まあ、知らなくても分かるでしょうね。だからより強く理解できるっていうことですかね、うん、まあ、それはウルトラマン見てるとシン・ウルトラマンがより、あ、はいはいはい、はい、っていうかほとんど見てない人には、見てない人にはさ、楽しみどころがすごく少ない映画だったりもするよね。そういう、なるほど。なんかあれですよね、聖書とかも分かってないと。まあそうね、まあ宗教がそうですよ、うん、それ言ったら仏像だってそうですよ。だからなんか他にもコメント欄でありましたけど、なんか聖書とかを分かりやすく、うん、ハンドブックとかになってたら、なってるよ、山のようになってるよ。いやもう書店に行けば山のようにあるよ、そういう本。聖書だけの、聖書の内容を分かりやすくあれしたやつとかさ、漫画になったやつとかもあるしさ、さらにその聖書に出てくる、そうそう、西洋絵画に出てくる聖書の物語だけを解説した本とかさ、山のようにあるぜ。なんか例えば映画で分かるとかってあったらね、より僕なんか見やすいなと思うんですけど、なんですかね、映画のこのシーンは実はとか、
何映画の何だろう、なんて言うんですかね例えばホラー映画でも、うん、実はこの悪魔とか、うん、なんかあのどうしてこの、神父さんはこういう行動をしたんだとかっていうのもエクソシストとか、あ、そうそうそう、エクソシストは本当にいるのかとかそういう話、あ、まあまあそう、そういうことです、本当にいるんだけどさ、はいはいはい、うん、だからなんかすげえ親しみやすく映画から入れば分かりやすいかなっていう、うん、もう映画それは絵画から入るっても同じじゃないよ、その解説もう、でもキリスト教宗教画もさ、大体絵のテーマになる物語ってそんなむちゃくちゃ多くないから、あの西洋絵画に見る聖書物語とかさ、ギリシャ神話物語とかさ、そういう本出てるから、それで読めばもうそれだけで随分違ってくると思うけどね、うん、なるほど、はい、これね、うん、はい、これが、007スカイフォールに出てきたと、はい、ね、あのゴヤの絵はもう出てきたよね、ダブルオセブンがね、出てきてますね、うん、はい、で何持ってんの、はい、うん、あ、これもうあのどっちが上だか分かんないやつな棚の、はい、なんだっけこれ、日の出岬の間を進む船だっけ、はい、これが何、はい、これ五郎さんもどうなんだろうって言ってたんですけど、どこに船がいるの、どこに船がいる ここになんとなく船が進んだ跡っぽいのがあるんだよね、確かに、うん、それで、はい、視聴者の方が何かおっしゃってくださったっていうことだろう、和田実はこの回にいなかったんですけど、和田はどう思いますか、うん、和田どこに船がいると思う、いや、なんか最初その社長が言ってた茶色のあ、これ、はい、それかなって思ったんですけど、社長ってあのお宅の社長ね、宇佐田さんね、宇佐田さんが来てたんだよ、お前が休んだから、はい、社長が責任を感じて社長が責任を感じてわざわざ来て散々騒いで帰ってったよこれだっけ、はい、うん、それかなって思ったんですけど、でも、うん、なんか草にも見えるなと思って、うん、枯れ草、はい、で岬の間だからね、そうなんですね、やっぱこう心の線なんじゃないかな、進んでったっぽい、うん、進んでったのか、もう進んでても見えなくなっちゃってる、うん、でそれを視聴者の方はどうおっしゃってるって話なの、はい、これ、こうじゃないかって言ってくださった方がいまして、うん、はい、とかね、これかな、俺も見てもらってるやつかな、はい、じゃあまずユウさんという方、はい、パッと見で青黒いのが船の、へさきで、うん、もやの中岩陰から出てくる瞬間なのかなと思ったのと違うのかなと、ね、確かに、うん、そうも見えなくはない、でもだいぶちょっと上なんだよ、うん、でかいのか船、そうですねその可能性も、うん、今から出てくるっていう、うん、甘酒甘夏さん、はい、船はどこだよと言われていた日の出岬の間を進むのですが、この絵は船のへさきに立った視点で描かれた絵か、うん、もしくは右下のこれが船ではないかと思われます、うん、ああもう船にがもう画家が乗ってると、はい、なるほどね、それは確かに新鮮な視点ですね、うん、その意見の方結構多かったですね、このさりげない青空さんっていうのも、あ、本当だ、もしかしたら進む船視点で描かれているのかもしれませんね、うん、本当だ、こっちのこの方、メトロポリスさんはやっぱり画家自身が乗船している船、あ、この意見多いですね、多いですね、あ、アンオン YM さんは、船からの視点なのではというクレバーなコメントがいくつかあって感心しました、俺も感心したよオリジナルのタイトルを調べてみたら Sunrise with a boat between headlands だから、やっぱり船もオブジェみたいになってたんじゃないでしょうか、船どこにあるかな、見える人ってなぞなぞみたいに探させるところが狙いだったのかもしれません、的なことをおっしゃってますけどね、なるほどね、やっぱりあのこのかすかに見えるこれが何ていうか跡だと、功績だとおっしゃってるのは、ややさんとかはそうおっしゃってる、
でこの青みのある方のこっちに曲がっちゃったから見えないんじゃないか。ああ、船のお尻の方っていうご意見ですね。うん、SGV さん、赤丸の下部分白っぽく2に見えるものが友。これのことか、やっぱ、うん、左に伸びるのがやっぱ鉱石、うん、そして下にぼやけているのが水面に映り込んだ部分。大叔母の解釈です。大叔母が好きな絵で朝もやの中を鉱石を残しながら進む船が素晴らしいと語っていました。大叔母の郷里は濃い霧が出るのが特徴で、濃い霧の中の川漁師の船の様子がターナーの絵に似ていると、幼い頃は散歩がてら大叔母に連れられて見に行っていました。いい話じゃん。いいですね。これ多いな。これにいただいた意見。そんな感じです。皆さん結構いろいろ考えてね、想像してくださったんでしょうね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。謎なんじゃないかっていうのが面白いですね。みんなに考えてほしくて、こうやってもやにしたっていうのも面白いですね。面白い、さすがターナーですね、はい、いいですね、はい、はい、じゃあ、画像の準備ができたんで、のど時間、のど時間出してみましょう。もう島崎さんこだわりののど時間。はい、いやこれ僕は、ね、広島に擁護派なので、ちょっと画像だけちょっと出ますんで今これ、はい、そのだけですね。ねじねじねじしてねえじゃん。してないねじねじしてなかったじゃん。のど時間の角はしてないんですけど、何伸びるとネジネジしてくんのこれ。わかんないです。わかんない。ネジネジを見たわけではないのね。見たわけじゃないんです。見たわけじゃないよ、はい、これただ分かれてるんだったら普通の鹿だって分かれてるじゃんかよ。バンビだってこいつの問題点はこのネジネジしてるとこだよ。ネジネジしてしかも枝分かれしてるってところがあれなんだけど、ガゼルみたいなのはネジネジしてるんですけど、してるけどちょっと違うでしょ。いないんですよね、中アジアというか、うん、だからビロズマリがやっぱこうねじねじしてるのがかっこよくねって言ってねじっただけだと思うよ。僕なんかビロズマリはめっちゃもう真面目に見たまま描いてるんじゃないか派なんですよね。実はあの人はゴッホみたいに、はい、少なくともビロズマリにはそう見えてた、はい、っていう。ルソーみたいに勝手になんか演出はしないというか。いや俺はすると思うな。だってさ、見たこともない日露戦争の絵描いてる人だぞ、あの人。そうなんでしたっけ、日露戦争の絵描いてる。じゃああれなのかな。ロシア軍がめっちゃ勝ってる日露戦争の絵描いてたよ。ピロスマニ見たことないもん、もう平気で描く人だよピロスマニは。なんでちょっとね、皆さんにちょっともう少し、ね、これ、はい、意見を。またなんかほら前さ、イノシシの専門家の人がさ生配信中に言ってきてくださったのあったじゃん、はい、なんか鹿専門家とかグーテルイとかのご専門の方がいらっしゃったらこんな角のやつが本当にいるから、ポイントはネジネジかつ枝分かれ。プロングホーンじゃないのっていう言われてる方もいますね。何プロングホーンっていう。プロングホーンはネジネジで分かる。だから俺がなんでさそれを口うるさく言ってるかっていうとさ、この角が成長していく過程でさ、はい、ねじれていくことと枝分かれすることがさ、はい、両立しないんじゃないかと思うからなんだよ。確かにな。インパラっていうのもネジネジしてるらしい。ネジネジしてるんだけど枝分かれしてないんだよ。これを両方やることはなんていうか、ものを作っていく上で結構難しいことなんじゃないかっていう気がしてて、ボコボコなんじゃないですか。ネジネジじゃなくてボコボコ。ボコボコなのかこれ。もうなんか傷ついちゃって丸丸丸みたいな。そうなんだ。なるほど、はい、数珠みたいに数珠みたいになってる説が出たよ。あ確かにねじねじじゃない説、数珠説。そう言われてみればそう見えなくもない。だなるほど、ね、団子みたいにこう丸いのが。なるほど。まあそのさ、ロスマニにそこまで向きになる島崎さんもどうかと思うっていうことで。好きなんですよ。うん、
次行こうか誰か分かって人が分かった人がいたらもしあのなんかおっしゃってる若本が今画像探してくれてたりするんであ画像これはあプロムホーンの画像を探してくれたんでプロムホーン見てみようちょっと出してくれます引っ張るなこの話題このとなんとか本ちょうだいあちょっと似てるねああ似てます枝分かれしてるね、はい、してるけどこのネジネジも団子もないね難しいな難しいっていうかピロスマリもびっくりしてると思うよ俺今そんなこと言われても困りますよみたいなノリで書いてますからみたいなちなみにノロジカはあれらしいですバンビの原作ではバンビはノロジカらしいです、うん、あそうなんだ、はい、ただなんかアニメ化するときに住んでる場所変わったらしくてへ北米に変わったんだとかであの種類もノロジカじゃないものに変えられたっていうことらしいですおなるほどじゃあ、こんなもんで続いて、じゃあまた、ああじゃあ何皆さん、期待されてる方いらっしゃるか、喜んでいただけるかわかんないんですけども、うん、ついに、このチャンネルの初公式グッズあ、そう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 、はい、もう、この番組はいちいち時間がかかる何をするにもあった。はい、じゃあはい、これね、またちょっと、はい、あれですね、T シャツ、はい、T シャツが出ます、はい、T シャツ、しかも、こんだけ時間かけて、まだサンプルなんだよ、ね、サンプルです。だからこれ、違う T シャツに吸ってるんだよ。はい、これは、まず胸元にゴロワーズですね。ずっとあり。あれですよね、ゴローさんがこだわりでちょっと綴りをですね、はい、なんていうかね、フランス語の変えていただいたというフランス語っぽく、はい、で、あのゴロワーズのタバコっぽくスペルしてなっていると、はい、で、はい、バックに和田画伯のおお来たこれは和田さん、どういうイメージで、はい、これはですね、はい、あの最初その言っていいんですかね、タバコの、その、うんうん、ゴロワーズっていうタバコがあって、うん、そのタバコのデザインからいろいろ考えてたんですけど、兜なんだよな、はい、あのゴロワーズってのはゴール人っていう意味で、うん、ゴール人が被ってた兜の絵がゴロワーズのタバコには書いてある、はい、でそれをちょっと日本の兜っぽく変えていっていろいろ試行錯誤してたんですけど最終的にこうなったのくらいシンプルになりましたこれはもちろんあれだよね、五郎さんイメージ。あ、そうです、五郎さんイメージで、はい、原画がこれなんですけど、原画がある、さすが原画がこうということですね、デザインさんみたいだな、はい、で、これが白、はい、で、こちらが黒ですね。おいいですね。これが黒で、黒も背中にこうなってる、はい、で、ただいまですね、こちらのこの T シャツを、これはあの我が国の大変有名な T シャツの老舗メーカーさんで、はい、いろんなセレクトショップさんとダブルネームでも T シャツを作ってるところがあるんですけど、はい、これまだ発表できないんですけども、はい、まあ、そちらとのダブルネームで販売したいと。おー。で、まあ、T シャツただもうプリント T 作るのなんて簡単なんですけども、やっぱこれ大人の教養講座ですね。でなんで、こう製品としてしっかりしたものを、うん、選ばなきゃあかんと、うん、で私日頃他の、いろんな講演でも、いやもう安いものをたくさん売ってね、うん、大量生産大量消費の経済はダメだと、うん、いいものを適正価格で売って長く使うっていう、いつもおっしゃってますよね、経済に我が国は変えていかんといかんみたいなことを言って、偉大なことを言ってる手前、うん、だからこれも高くてもいいものをっていうのを考えて、うん、作ったんで、ちょっと高くなっちゃったちょっと高くなっちゃいました。税込み送料込みで7000円前後でただいま調整中だそうです、はい、で発売予定日は
6月10日の金曜日、割と最近だけど大丈夫かおいもう今までこんだけかかってんだぜ、たかがこれだけのことするのにさ。で、受注生産のために販売期間外の購入は不可。おお、なるほど、はい、というまあ、でもまあ、そのため在庫がない、うん、で販売期間は2週間から3週間を予定、はい、販売終了後に生産し7月の末までにはお手元に届くようにって。7月の末大丈夫もんけん、大丈夫かお前、夏を T シャツの季節終わっちゃうぜでサイズは SM、L、XL の4サイズで、色は白と黒の2色、はい、ネットショップベースで販売予定、海外からの購入は不可、詳細は決まり次第 SNS 概要欄等で告知ということ、はい、で なんか分かんないけど、とにかく予約できます。で、いいとこのいいやつで作るから7000円もします、よろしくお願いしますってことだね。だから今五郎さん持ってるのはサンプルなので、サンプルちょっと生地とかちょっとなんていうか、これじゃない質感はちょっと変わってくると思います、はい、あとあのプリントのちょっと細かいところの直し屋なんかも入れてますんで、はい、もっといい感じになるかとは思いますけどね、はい、大体のイメージとしてはこんな感じ、こんな感じです、大体のイメージとしてはこんな感じです。いかがでしょうか、どうですか皆さん、なんかコメント欄はどうですか、洗濯してすぐパジャマになっちゃうようなものではないという、ないですね結構しっかりしたやつで作りますから、はい、でこれはご好評いただけたらちょっと別な、うん、だしまたこれもご好評いただけたらまたいくつかロット決めて増やすことは可能ですよ。五郎さんはどっちの色推しですか、だそうです。俺ね、ほらあの何でも黒着てりゃいいと思ってるやつだから、確かに黒だけど、そうさ、蜂に襲われやすいんだよなカラスも危ないです。え、カラスも黒に来るんだっけ、来るらしいです。あ、本当、はい、うんじゃあだから蜂やカラスがいるときは白を着てるよなんかあの皆さん、なんていうかあのグッズで、あの美術店に行った時に、うん、同じゴロワーズの仲間みたいなのを、うん、まあ、話しかけるのかわかんないですけど、トートバッグだろ、あ、トートバッグとかもおっしゃってた、ね、トートバッグでしょ。で、俺もまたさ、トートバッグもさ、なんかさ、いい加減なもん作りたくないって言ってさ、はいはいはい、ちゃんとしたとこに頼んでくれって言ったらさ、うん、結構値段とかで折り合わなかったり、なんかいろいろ大変らしいぜ。あ、今レディースメンズは違いますかっていうコメントがあったんですけど、これはちょっと、ですね、サイズが、うん、サイズは、だからレディースは S で対応っていうことか、うん、そうですね、なのか、全4サイズっていうことなんで、うん、そうですね、ちょっとどんだけ細かい数字が出せるかわかんないんですけど、うん、また決まったところで、はい、されると思いますんで、はい、それ見てちょっと買っていただける方は買っていただきたいなと、はい。まあとにかく T シャツ作るのがこんなに大変だ、先が思いやられると思ったよトートバッグとか言い出したらどんな大変なことになるんだろうと思ってでもね、トートバッグのも確かに同じなんていうかファンってのは見やすいかもしれないですね、 T シャツで胸を求めるよりは、ね、いいやつでね、うん、ちゃんとしたやつでやるとやっぱ結構な値段になるんだよ。そうなんですね、トートバッグって、うん、ステッカーとかも、ステッカーとか安くできるよ、多分、うん、ステッカー欲しい。じゃあステッカー作ってくれまだ。わかりました、うん。ステッカーすぐできそうだ。はい。うん、お玉にもなんか大事そうに持ってる。これはあの、あん、ちもう一個なんですか。ボツアンね。はい。天使バージョンね。これも可愛い。ステッカーでも。うん、はい。これも。これ天使バージョン。天使バージョンどうですか。いや、いいよ。俺が死んじゃってるみたいで。確かに。うん、死んじゃってるみたい。ゴロワーズの後の文字が。あれかハートになってたりするんだね、うんうん、あ、和田さんに S を着せてみてほしい。あー、確かに。じゃあそれで、ね、できてきたらな、サイズ、うん、和田はだけど細いよ、うん、あの和田、うちの若者はもう和田も若本もさ、ね、飯食わないからガリガリなんだよね皆さん、和田が着ても和田のサイズ感わかんないから身長を言えばいいです、身長をお伝えして、はい、まあ、あの女性のサイズの参考にはなるんじゃなかろうか、はい、和田がデザインに関わってますけど、
あの話題にデザイン料入らないっていうことで。入らないよ。誰にも金払わん。これさ、あの別にあんまこんなこと言いたくないんだけどさ、全然利益出ないらしいぜ、これでも。どうなってんだと思ってんだよ、これ。でもこれでなんか、あのね、でもまたまたこれ、スパチャとかいただいてるから、まあそこはいいだろう。はいはい、なんでちょっと安心して皆様、和田に暴利をむさぼってはいませんので、うん、和田にあと業者さんが装備しない限り、ね、はい、いい、はいはい、じゃあ続いて、はい、まずその利益、そんな T シャツはそんなことになっております、皆さん、はい、和田画伯のステッカー欲しい。おお、うん、ですか。和田のさ、はい、お前たまにうまく描けた絵シリーズあるじゃんたまにすごくうまく描けてる。俺最近だとエマニュエルがすごい、あー、エマニュエルうまかったですね。よくかけてたと思うんだけど、なんかエマニュエルの新しいエマニュエルができるらしいんだよ。新しい映画が、新エマニュエル夫人みたいなのが、もう前も新エマニュエル夫人あったような気がするんだけど、このご時世に、このご時世にエマニュエルができるらしいよ。それに合わせてあれもステッカーに、和田のステッカー簡単にできるからさ、和田の傑作集みたいなのステッカーにしてみたらどうだろうか。確かにいいかもしれないですね。あとなんだっけ、なんか いくつか意外に、わざビートルズが意外にイケてたんじゃなかったっけ。ビートルズ知らないのに意外に似てたんじゃなかったっけ意外と4人ちゃんと違いが分かる自分じゃどれがいいのか分かんないです、ね、うんうん、たまに当たりがあるんだよ。和田の傑作集は あと皆さん、あのツイッターをフォローしていただいてる方は分かるかもしれないですけど、うん、あの紹介する作品を和田の画風で書き直してくれてアップしてるんですよ、うん、だからピロスマニだったら、ね、ピロスマニの何書いたか、はい、ちょっと忘れちゃったけど、はい、なんかまあ そ, はい、その中で当たりがあればそれも、はい、で僕その中で好きなのは我が子を喰らうサトルヌスなんですけど、うん、じゃあそういうみんなの、はい、みんながいいと思う和田のやつ。和田も散々もう相当たくさん書いてるわけだもんな。書きましたね。それうまくもなるよな。あれだけ書いてる。皆さん、あの和田の絵でね。うん、あ、そうだ、和田の絵であれを。ステッカーしてほしいとかあったら。あんたもうちっちゃいステッカーいっぱい作るよ。あれ封筒の裏をペタって止められるような。これなんか封筒の裏に留めるのに、ラインスタンプっていう意見も。ああ、ラインスタンプね、確かにラインスタンプもいいかもしれないね、うん、なんか知らんもうそのライン自体は俺がやってないからわかんないんでねはい、じゃあですね、うん、そのままそれが、初公式グッズ発表、はいはい、じゃあ先にちょっとそういうアートカメラマン話題やっちゃうか、じゃあスパチャやっちゃいますかね。スパチャの収支報告、はい、それかな、はい、今うちおかげさまで資金潤沢なんですよありがとうございます、はい、でこのこれ前の決算報告って変わってないんじゃないの。あ、誰の著作権料でこんだけ使いましたよ。あ、9万7千円されたって感じですね、はい、あ、前回までで、こんだけいただいてたんですよね、はい、ピカソ以降の話ね、はい、66万円あって、でダリで9万7000円使ったからまだ56万3796円残ってると、はいはい、でどうしてこれをいつまでも保留してたかというと、はい、島崎さん、いや、これちょっと皆さんにご相談なんですけども、はい、今日もいっぱいスパチャいただいてるんで、ね、視聴者の皆さんにご相談したいことがあるんでしょ、はい、島崎さん、で、まあ、今後、はい、これからの予定としては、五郎さんと話してるのは、まあ、ダリの2回目、うん、はい、をやるか、まあ、あと藤田嗣治やりたいんだよ、はい、俺は藤田嗣治をぜひやりたいと、うんうんうん、そこら辺のお金は取っとかなきゃいけないんですけれども、うん、一番初めにスパチャで、著作権料を払わせてもらったのが、ピカソの1回目、はいはい、でその、なんていうか締め切りというか、あ、だから1年間のお値段だったんでしょ、はいはい、延長するにはまたお支払いしなきゃいかんと。で、それは7月、4日公開だったので7月3日かな。割ともうすぐだ。そうなんですよ。うん、で、僕の思いとしては、うん、まあ、他の、まあ、誰とかはまあ、いいかなと、いいかなっていうのもあれなんですけど、うん、と思ってるんですけど、誰も1年限定なの ？1 年限定ですよ。だから全部1年限定。あ、全部1年限定なの？限定なんで、そうなんですよ。だから全部は絶対取って。ピカソだけじゃないんだ。ないんです。だから藤田とかやっても1年限定なんですよ。
で、でだからそれを消すのはもうしょうがないとして、ピカソは僕ちょっと今までのなんていうか、ゴッホとかセザンヌとかあとまあルソーと関わってたりとか、総決算的な意味と、あとこれからまあ著作権料を払ってやるような現代アーティストにもめちゃくちゃ影響を与えてるっていうのがすごい分かる回だと思っていまして、でできればピカソの1回目は残したいなって思いがちょっとあるんですね。意外、でもじゃあもう1年ってことでしょ。そうです。もう1年でいくらよ。10万3000円。10万3000円、はい、払えるじゃん。いやだからそれで皆さん OK ですかっていう。わかりました、ね、その使い道で、はい、ピカソだったら2回延長できるじゃんよ。2回延長できる。だから2本分2本分だから2本目、まあ、僕の考えとしては島田さんは2本目はもういいと、まあ、いいっていうのもあれなんですけど、うん、まあいいや、まあ、とにかく最初問題になるのは1本目だから、はい、1本目を残すことに使っていいかどうかというご判断を視聴者の皆さんに仰ぎたいと、はい、どうですか皆さん。どうですか、ね、残してほしいが多いですね。残してほしい、いいと思います。いいです、ね、残してくれってみんな言ってるよ。あで、和田画伯の絵に差し替えるっていうご意見もたまにいただいて。いやだからそれダメなんだって。それかえってダメなんだって、はい、それなんか世の中誤解してる人すごく多いんだけど、はい、それ逆に著作権が生きてる作品に対してそれにそっくりな絵をあげることは多分ダブルでダメだよ、はい、普通の著作権との中著作複製権だかなんだか忘れたけど、はい、余計に侵害しちゃうことになるから、はい、それはダメなんですよ。実はちょっとバンクシーとか紹介した回もですね、うん、バンクシーの絵をそのまま和田に描いてもらうんじゃなくて、うん、バンクシーの絵を誰かが見てるのを、そうそうそう、そういう和田アレンジを加えて、そういう形だったらまあともかくなんですけど、なんでちょっとそうですね、ピカソ残してくださいが多いからピカソ残そうよとりあえず。じゃあすいません、うん、なんだったらもう俺は日本文残してもいいと思うよ。20万で、アンケート機能もあるのかな。アンケート機能ってすぐできるのかな。アンケート機能ってできるの。何アンケート機能がいけるかもしれないんで、ちょっと皆さんに聞いてみましょうか、ね、YouTube の投票。今この場所で何かをやり始めたのみんな。アンケート機能があるということで、ちょっと皆さんに YouTube に、はい、知ってた若本。あ、今やってくれてます。ほらまた今なんかスーパーチャットくれた。すいません、ありがとうございます。まるでスーパーチャット催促してるみたいな流れに。あ、出た。あ、スパチャをピカソの香辛料に使ってもいいですか。はい、いいえ。すごい、お願いします。お願いします。ああ、複数年で安くなる可能性あるのかな。ちょっともそこは調べて。これさ、どこに結果が出るの。俺もじゃあ投票してみよう。確か。あ、出た。投票すると出るよ。すごい、96%。96% ある。だからいいじゃん、もうこれ。使おうよ。使わせていただこうよ、ありがたく。皆さん。1回目に関してはちょっと更新させていただくということにしまして、はい、他のはですね、まあ、なんで2回目は更新したくないんだよ。いや、したくないわけじゃないんですよ。していいと思う。だって10万3000円だろ、はい、2つで20万6000円だろ、はい、それ使ってもまだ36万円藤田できるよ。まあ、そうしますか、うん、いやでも今後それで今日いただいた分もあるわけじゃん。あ、まあまあそうですね。どんどんそれはもう有効に使わせていただかないと。貯めてどうすんだって話だよ。いやそうですね。じゃあちょっと、墓場までは持っていけないよ、島崎さん。すごい、3000秒いきそうです。おお、ありがとうございます。皆さん投票いっぱいしてくれて。じゃあもうありがたく使わせていただこうじゃないか、延長に。ありがとうございます。うん、はい、じゃあちょっとありがたく使わせていただきます。はい、で、藤田はぜひお楽しみということで。藤田かなぁ、五郎さんまだ悩んでらっしゃる。いやいや、だから俺写真使いたいんだよ。あ、うん、だけどその写真がさ、著作権がどこにあるか分かんないんだよ。そうですね、カメラマンの方を調べなきゃいけない。藤田の、だから本なんかの場合ね、もうそれ使っちゃって著作権所有者は
言ってきてくださいっていう形に、うん、を取るわけ。それが YouTube でもできるんだったらそれ やらせてもらいたいんだわ。本の場合はそれで手が上がったら対処して、はい、必要な消し寄りを払うっていう。あとはそんな法外な著作権使用料は誰も引っ掛けてこないから、はい、すごい9000人突破しました。おありがとうございます。そうなの、もの見てほしい。もうね、藤田がね1920年代のパリでいかに長寿だったかっていう、はい、もうピカソよりも人気者だったっていうのがいろいろわかる。あといかにふざけてたかっていう。あとあれですかね、本から引用してその本の引用クレジットというか、まあ、を入れて使うところですね。いやでも同じだからね、うん、それは、うん、使っちゃって分かんないんだもん。だって分かりゃ申請するけど分かんない場合は、うん、もうそうするしかないんだよね、うん、まあいいや、はい、なんとかやるという、まあ絵だけでも何だったらやりますよ、はいはいはい、では、和田さんの方に行きましょうか、うん、なんだっけ、はい、あ、そうだ、アートカメラマン和田、はい、何こちらのあレサウリ、はいはい、こちらが有楽町の駅前に似てるっていうコメントをいっぱいありましたね、はい、たくさんいただいたので。あ、本当、うん、ちょっと雨が降ってなくて申し訳ないんですけど、うん、これ本当はね今日が夜雨だというふうに、はい、天気予報を見て読んで待ってて、はい、で和田はずっと有楽町で張ってたんだよ、はい、雨が降ってこないかなって。さっきまで、ね、ギリギリまでいたんですけど、だから和田今日は重役出勤だった。うん、それは有楽町で張ってた、はい、で分かったの、どこの場所のことを皆さんがおっしゃってるか、はい、なんとなく合ってるかなっていうところに行ってきたんですけど、うん、その写真は若者出る？出ますかね。お、出ますかね。ここ。出た。どうですかね。ちょっと人がいっぱいいて。あ、ビッグカメラのあそこのとこだね。はい、そうです。あ、ここがね雨に濡れてあれしてるとちょっと似るわな、確かに、はい。もっと暗かったらよかったんですけど、ちょっと。これ以上待つと生配信に間に合わなくなっちゃう。昨日行っときゃよかったんだよ、ね、昨日雨降ったもんな。昨日の夜ですか。うん、お、あ、夜中ですね。夜中、確かに。あとはあれかな、もしかしたらこの横断歩道渡った方から撮った方が良かったのかな。そうです、もうちょっと寄りたかったんですけど、ここでダメだし、ここでダメだし。すごいいて、そっちまで行けなかったんですか。あ、でも似てるね。いや、似てることは分かったよ、ね、はい、最低限似てることは分かったよ、和田。良かったです。あとみんなこれさ、多分視聴者の方でさ、もっとっぽい写真撮った人いるんじゃないかな、有楽町で。お持ちの方が撮ったら見せてください、うん、見せていただけると嬉しいですね。そう、まあ、これで遅くなったのね。そうです、これを取りに行ってました。うーん、まあでも少なくともここだろう、これことを皆さんがおっしゃってるんだろうなということは分かってる、うん、からいいよ。よかったです。でも本当に横の左のビルの感じとか、もしかしたら本当になんていうか雨降って、いやだから撮りようによってはすごく似たような写真撮れると思うよ。今度雨の日に撮ってみようか。うん、撮ってくれよ。そんなことよりも俺が気になってるな、このコーナーってこれか。え、これですよ。これだけです。このコーナーってこれだけでアートカメラマン和田と言い切ったのか。和田、そうみたいです。わかりました。はい。でもまあせっかく粘って取ってきてくれたんだからな。うん、ちょっとまあリベンジしようぜ、またな、はい。たまたま雨の時通りかかる時があったとか、はい、あったりしたらと
世にっぽいやつを撮ってみようじゃないかで視聴者の皆さんもリラックス、ただ気をつけてくださいね、これ撮っててね、車にはねられたなんて言ったらもう目も当てられませんからね。横断歩道の途中からとかはね、うん、で やめていただきたいと思いますよ、はい、もう結構さ、世の中の人写真撮ってて危ないんだよね、うん、見ててね、おじいちゃんも気が気でならない時があるよ本当に危ない危ないって、もう確かにみんなカメラ持ってる時代ですからね、渋谷とかすごいです、うん、で、はい、じゃあどう、もうほら、終わっちゃったよ、はい、ただあの Q&A は全然ですね、まだ残ってるので、まだまだ、はい、はい、いいっすよ、はい、もうやりますよ、はい、ではまた何すか、何でも答えますよ、そうですね、うん、メッチさんからです、うん、40万人突破おめでとうございます、五郎さんの後のお話は面白くて、私にとって五郎さんの動画が日々の癒しです、ありがとうございます、五郎さんは普段どういったことで癒されていますか、プライベートのお話を聞ける機会がなかなかないのでお答えいただけると嬉しいです、その俺さ、そのな、そういうのが分かんないんだよねあの例えばじゃあ和田はどういう時に癒されるの、私はもう推しを見てる時、セモーダーの推し、はい、俺多分ずっと癒されてるなんですか、どう癒されるっていうのはどういう状態のことを言ってるわけ、世間では、あでも私あと犬と触れ合ってる時は、あ癒される、あそれはわかる、うん、うん、もうでもうち犬死んじゃったからな、うん動物触れ合ってる時はわかるね、癒さ、風呂は癒される、風呂は癒されるでいい、癒されますね、うん、これ漫画読みながらっておっしゃってますね、漫画読みながらフラフラ入ってますよ、うん、寝るは癒される、それは寝る、いやでもなんか寝るのにこだわってるっていう、なんていうんですかね、枕がいいとかそういうのだったら、ああ俺はあのあれですよ、昔からあの寝具に金を惜しむな派ですから、だって一日さ6時間とか寝てるんだぜ、はい、1日の4分の1寝てるんだぜそうですね、うん、ああ確かに、やっぱそこに金かけた方がいいというのはあって、うん、でベッドとかさ、あのシーツとかさ、うん、なんかほら間に入れるアウトラストとかいろいろあるじゃん、はいはいはい、あもう一通り凝って、してで最終的に枕、はい、枕ももうこれはもう枕の歴史は長いんだよ、うん、あの昔から肩こりでまだあの消しゴム版画家のナンシー関が生きてた、はいはいはい、こういうのさ、ナンシーもさ肩こりがひどいっていうのさ、ナンシーと2人でよくあの枕、いろんな枕探しに行ったりしてたぐらいの昔から枕をやってたんだけど、最終的にやっぱりあれ人によって違うんだよ、いい自分にとっての理想の枕、はいはいはい、俺の枕はなんかね、割とネットとかでもそんな高くなくて買える、なんかイタリアのメディカル枕っていうやつになったよそれのカーブがいいとかそういうことですか、硬さとかさ、高さとかさ、なんだよね、で、あの枕もさ、なんかあの寝返り打つのが楽な枕がいい説っていうのがあるわけですよ、はいはい、そうするとさ、低反発のやつってさ、結構すっぽり入っちゃってさ、寝返りできないんですか、かえって寝返りがしづらい問題とかがあったりするんですよ、だから適度な硬さで割とこう動きやすい状態の方がいいとかさ、なんかまあとにかくもう枕を20種類から以上試した結果結果これも割と安いところに落ち着いてよかったなと思ってんだ、あそんな高くないんだ、高くないよ、あの1万円とかしないんだよ、少なくとも俺2000いくネットのさなんかあれでさ2000いくらで見つけたのさ4つぐらいその時に買っといてあるから、そんなに買えるものなんですね、すごい、じゃあメッチさんもちょっと、はい、寝具こだわって、寝具にこだわってください、あとあの今寝る部屋にいい空気清浄機を置いたりとか、あ、はい、寝ることには頑張ってますよね、はい、
ちょっとこれから聞いてみようか。何？はい、なんて読むんですか。アベルーラ1さん、はい、登録者40万人おめでとうございます。いつもあふれる教養の泉によくさせていただきまして深く感謝いたします。質問です。五郎さんの日常が知りたいです。直近のタイムスケジュールとか興味深いです。ぜひご披露願いたいということで。だから五郎さん寝るのはもうなんていうか朝また寝るって、また今ちょっとやばくなってきて、だってこれ基本寝たら朝9時だからな。9時ってちょっと9時に寝て2時ごろ起きて、でなんかメールの返事書いたりとかなんかして、それでホワイトボードに書いていただいたりできます。まるでこういう執筆がみたいな。あーでも9時ってすごいですね。いやちょっと遅くなって、いつも7時ぐらいまでにはね、今さすぐ明るくなっちゃうからさ、わ、ね、かんないんだよね。日の出5時前なのかな今。いやもう、あもうね4時過ぎ。4時過ぎですか。ダメダメダメなことになってるぞ。危ないことになってる。これちょっと後ろで。綺麗にしてからにしようか、うん、それ。土屋いるか、土屋か、ひろしんいる、はい、ちょっとこれ綺麗にしたってくれ、裏で。でもペンがですね、うん、ペンが壊れちゃったんで。そっちで大丈夫か、ペンが壊れちゃう。いいよ、口で言うよ。はい、そんな感じよ。じゃあ、ゴロさん的にはもうこれから治ることはないんですね、なんていうかもう。いやそんなことないよ。俺オタクのブラブラ美術博物館とかでさ、はい、あそうですね、逆に6時ぐらいに起きなきゃいけない時あるじゃんよ。どころかあのロケ行くとさ、もう5時ぐらいからさ。そうですね、ありますね。うん、そういう時はこれ本当にね、何の役にも立たないと思うよ、これあっても。ロケの時とかはさすがに あれなんですか、前日三浦淳さんみたいに10時とかに寝るわけですか。ロケは早い時、はい、そんな早く寝られないじゃん。あでもなるべく早く寝ようとはしますけど、あこれ書きようがないんだな、島崎さん。まあ分かんないけど、まあここのとこね、まあ、9時まで行ったのは今日だけで、8時ぐらいに寝るんだよ。で8時から2時ぐらいまで寝てるんだよね、ここ。ほいで2時からあ待て、2時から3時ぐらいまでのところ、ここでゴゴスマ見ながら飯食って、でまあ この辺りから全然意味ないねこれね。まあこれ半分だから寝てんだよね、8時から。この15時ぐらいに事務所に来て、はい、そっからだいたい18時ぐらいまで打ち合わせとかしてるよね、はい、大概ね。うん、8時ぐらいまでにやって、でそこからまあなんか8時ぐらいまでの間に飯食ったりなんかして、でそこからずっとなんか書いたり調べたりしてるみたいな。だからもう12時間ぐらい。ご飯はあれなんですか、1日2食ですか。あでもね、あごめん、8時に寝るじゃん、4時ぐらいに腹減るんだよ。朝の大概でコンビニ行ってなんか買ってきて食べてるよ。最近なんかセブンイレブンでさ、アルポルト片岡シェフのシリーズあるじゃん、はい、あのカルボナーラとかさ、はい、また食ったことある。見たことだけ
あのシリーズグラタンとかもあるんだよ、なんかペンネの、うん、あのシリーズとか食ってるよ、4時ぐらいに。どうさ、胃が元気なんだよな、めちゃくちゃ。すごいんですよ。ではまあその夜中にきっとこの番組のあれですよね。そうですよ、夜中にやってるんですよ、頑張って。あのその構成というか、はい、調べるので他にもコメント質問あったんですけど、はい、なんかノートを取られてるのかどうやってまとめてるんだっていうのもあったんですけど、どうまあ書籍とかから情報は得るとは思うんですけど、うん、それを一旦あれなんですか、手書きでどっかに書き写してみたいな、うん、あのそういうこういうコピー用紙の裏に、あそういう裏紙みたいなものそうだよ、うん、コピー用紙の裏にわー書いて、それなんていうか人によってはあの付箋とかに情報書いたのをペタペタ貼ってって後からこうしようかあしようかとかって人もいると思うんですけど、黒田さんそういう構成みたいなのはもう頭から決まってる、いや違うよ全然だから1枚目はさ1枚目はバラバラだったりするじゃん、はいはいはい、バラバラってのはまあ1枚で済まなかったり、うん、何枚も材料がランダムに入ってるやつが何枚かできんじゃん、はい、それをまた別のコピー用紙の裏にだん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  こんだけ本ありました、まとめがこんだけできました、そこから流れを作って、またって最終的にワープロで打つんだよ、ね、じゃあ一旦情報だけ抽出する作業があって、うん、あってそれをダーッと羅列で裏紙に書いて、うんうん、でそれを整理してもう一回裏紙に書いて、そうだからその一旦情報を羅列する作業の自分の字が汚すぎてさなんて書いてあるか読めなくてまた本調べなきゃいけなくなったりすることがよくあるんだよ。でもそこら辺のこときっと参考になる方もいるかもしれない、ね、参考になるもんな、多分誰だって同じ感じだと思うよそれ。参考になりますって言ってる方がいますね。そんな なんかなんとか式発想法みたいなことしてないんだよね。本当に普通のコピー用紙の裏だよ。その紙見てみたいって言ってる。ああ、初めの、ね、紙？はい、書いた紙か。ある。ちょっとさ、俺のカバンを見せていただける。まとめる前のですか？あいつが何持ってくるもん。いやだから余計なもん探さなくていいから、俺のあれ持ってきてくれる。カバンに入ってるないかな。いや本当に普通だよ。そんな南方熊楠の熊楠曼荼羅みたいなことになってないよ。違うって、だからそれをくれくれって。で、それ今出したの、こっから出したの、うん、じゃあそれいらない。五郎さんのマネージャーさんがいろいろやってくれて、五郎さんのマネージャーさんね、言ったもん持ってきてくんないんだよ。ほら、こんなことだよ、こんなこと。あ、でも想像通りちゃん、なんつうかこんなことだよ。いや、これでこっち側から行ったり、こっちから行ったり。こんなことだよ。五郎さん、なんていうか字は下手だっておっしゃいますけど、単にこんなことちゃんとなんていうか整列して書いてますね。何言ってんの、何て言うんですかね。こんなまっすぐというか、こういう裏紙に書くとまたなんか斜めになっちゃったりさ、はい、しないよ、大きくなったりしてもらったりさ、もうこれなんかほら裏のやつに線が引いてあるからわかるじゃん。裏の姉に、裏に文字がある、うん、線が引いてあるから、こんなことだよ、これがこう一個のネタについてこのあるのが、まあ、最終的にこんぐらいのものになっていくわけじゃん。すごい綺麗って皆さん言って、いや綺麗じゃねえよ。こんなことですよ。もうどれが何だかわかんないですよ。ダンボール一箱ぐらいの本が、本をこれ2、3枚にまとめて、でなんかどっかの時点でこんぐらいの整理になって、最終的にこんぐらいになる。大変なんだよ、和田。そうです。
大変な思いしてんだよ。掃除に来なきゃダメだな。そう、本当本当そうなの。一番時間食ってんのは資料を、あの紙の資料を探すことなの。どこにどこ行ったっけを。それでどうにかしてほしいんだよね。図書館みたいにしますか今度。図書館、いや図書館みたいにしてたんだよ最初。最初はもうすぐさ、ほとんどの資料がどこにあるかさ、すぐ出てくるようになってたんだけどさ、それがこのありさまなんだよ。ちょっと目を離した隙に使ったらぐしゃぐしゃになります。ぐちゃぐちゃになります。なりますよ、うん、五郎さんの場合は本はあの、まあ、きっと著者別なんかにしたら混乱しちゃうから年代別とかなんですかね。どういう分け方が、書斎はどんな風に分けてる。いや基本はさ、あのなんかジャンル別にしてあるんだよ。ジャンル別で、そのジャンルの中でもまたジャンルがあるじゃん、はいはいはい、それ別にしてるんだけどさ、紙の本の一番の困るのはさ、大きさがバラバラじゃん。あ確かにそれがもう一番悩みの種だよね。あつまりでかい本とさ、美術ジャンルの印象派の本とかそういうことですか。うん、とかそうだけどさ、まあ、例えばさ、ドガって言ったってさ、はい、こんなでかいガーっていうからさ、うん、こんぐらいの、要するに文庫本までそうっす、ね、ドガがあの本はあるわけだよ、大きさバラバラなのが。確かに。できればこれドガでまとめたいわけじゃん。そうですね。ところがこれさ、うまく本棚に、ちょっともう余計な空きが多すぎてもったいなかったりするじゃん。と結局、あの平積みにできる本はさ、平積みにしていったりするようになってきちゃうじゃん。でそうでいっぱいになってくるとさ、その手前にさ違う、あまあそうなりますよ、やつを置いたりとかし始めるじゃん。でまたなんかさ、地震があってさ崩れたりするとさ、それがまた入れた時に混ざっちゃったりとかのさ、そんなことを日々繰り返してたらさ、もうすぐわけわかんなくなっちゃうんだよ。ここはもう本当に昔から悩みどころなんだよ、本の大きさバラバラ問題は。統一してほしいんだよね。確かに。五郎さん特に多すね、それ昔から俺出版社にいた頃から言い続けてるんだけどさ、ダメなんだよね。で和田は言うやり方、図書館風だったらラベルが貼ってあってみたいなことだよね。そうですね。どこかで検索かけるとこの本はどの棚にあるよみたいな、ね、でもそれはちゃんとその順に入ってないと意味がないんだよ、図書館のあれですら。確かに確かに、これ言っていいのかわかんない。この前図書館行ったらあの本見つからないって言われて、あったね、予約して行ったのに。平気であるよ、もうそれ図書館として失格だけどね、それね、あったら。いや、なんかびっくりしました、うん、でも、これが究極の方法はないでしょ。もう何百年もいろんな人がやってきて、はい、だからもう今なんか、あれでも目下の書くことに使うやつはさ、全部こう出してきてさ、それ専用の段ボール箱にドコドコドコって入れてさで、まあ、それ終わったら元に戻した方がいいと思うんだけどさそのままになっちゃったりしてんだよね。次やるのだとピエロ・デラ・フランチェスカとかのピエロだったピエロのピエロの箱っていうのを作ってさ、作ってやるんだけどさ、そこにピエロのことばっかりじゃなかったりもするわけじゃん、そうです、ね、話の ネタでさ、そうするとその違う本もそこに紛れ込んじゃったりしてさ、まあ、とにかくどうにもならんよ本は。どうでしょうかね、ちょっと五郎さん特殊すぎて皆さん参考に。いやてか全然やってること自体は全然特殊じゃないぜその本の量がちょっと多すぎるっていうだけで、多分みんな同じような感じだと思いますよ。あでもやっぱり、うん、そんなみんな方マンダラみたいなことを期待されても困りますよ電子化は皆さんの賛否両論ですね。電子化反対の方もやっぱ、いやそのは、ね、俺だって反対だよ、俺だって反対だけどさ、
しょうがないんだよ、仕事の上ではやっぱり電子書籍とか楽なんだよ。電子化されると出版終わっちゃうみたいなコメントもありますけど、やっぱり そんなことないと思うよ。そんなことないですか。うん、紙の方は絶対残ると思うよ。あ、うん、と思うけどね。だって日本より先に電子化進んだ諸国を見ても、はい、大体半分か6、4ぐらいのところで止まってるでしょ。それ以上電子に行かないでしょう。 ある程度まではちょっと紙の方を残すっていう、うん、と思うけどね。でも本屋さんめちゃくちゃ最近減っちゃってますよね。コロナのせいもあるとは思いますけど、まあ、コロナだけじゃないと思いますよ、うんうん、大変ですよ、うん、で、あの本がね、やっぱりやずっと安すぎたんだよね、うん、値上げをしてこなかったんだよね、うん、あんまりもう皆さん高いと思われてるかもしれないけど、うん、原価から考えると安いんですよ、うんうん、まあそういう話はまたゆっくりしますよ、うん、出版の話は、はい、じゃあ続いての質問いきましょうか。ひろみジャンピールさんからなんですけど、はい、いつも楽しみにしています。質問ですが、不安な時はどうされていますか？漠然としててすみません。なんだよ、もう本当に漠然としてるよ。不安な時、はい、寝るよ。ああ、でも分かります。不安なことやね、嫌なことがあった時は寝るのが一番だよ。で、俺それが一時病気になっちゃってさ、学生の頃。あの、なんかさ、時間が決まってることがすごく嫌でさ、うん、バイトしててもさ、明日2時からバイトだとかと思うとさ、うん、前の日から気が重くなってくるんだよ。ほいで挙句の果てどうするかっていうとさ、寝ちゃうんだよ、うん、それでそれで行かないんだよ、ほいでクビになるんだよ。起きないんですか。うん、起きない、起きないんだよ。もう目覚ましかけないで寝ちゃうんだよ。確かに。でも本当に時間が決まったバイトができなくて、だからさ、添削とかさ、はい、あの通信教育の添削とかさ、自分のペースでできる。そう、あと模擬試験の例文探すバイト、英語の長文問題とかあるだろ、あれにいい文章を探すバイトとかさ、あと翻訳の下請けのバイトとか、それ、あの締め切りっていうのとは違うんですか。締め切りが来るのは不安とかっていうのとはまた全然違う。締め切りもじゃなくて、もうとにかく若い頃は時間が明日の何時に何かをしなきゃいけないみたいなことが、もうすごくダメなんだよ。だから会社まともな会社勤めできないなと思って出版社行ったら、研修中3ヶ月も定時に行かなきゃいけない。それそうですよね。って出版社とはいえ、そのうち1ヶ月書店にデッチ奉公出されてるから、定時に行かなきゃいけなかった。でやっぱり遅刻して怒られたりして。それってその、うん、友達との約束とかでも億劫になっちゃう。割とそうなんだよね。だから、あの、今でも多少その傾向はあって、うん、あのこの さっきもさ、三浦さんとさ、時間の、うん、みたいなさ、もうめんどくさいよなってさ、もう思いついた時に行って、おい、おるかみたいな感じで行くっていうのが、いいよねみたいな。ことを言ってたりしたんだけど、そんな感じなんだよ。だからあの食べ物屋さん予約していくっていうのも、でも多いですよね、そういう人。私の周り結構います。あの時間決まるのがダメなタイプ。なんか前から決まってるとなんか嫌になっちゃう、気が重くなってくるタイプの人でしょ。その場で決めちゃいたいみたいな。和田の周りいっぱいいるの？大丈夫か、和田の周り。結構この感じ苦労するぞ、世の中で。旅行とかってそういうことなのかな。旅行も、旅行もそうなんだよ。あ、そうなんですか。うん、
何時にどなんかこう決められたスケジュール決められたやつがダメなんだよ。全然とりあえずどこに行くみたいなことしか決めないで行っちゃうんだよ。それどう克服されたんですか？あんまり克服できてないんだよ。いまだにそうなんだよ割と。でもいや頑張ればできそこそこできるけど、時々やっぱりだからそういう絶対遅刻しちゃいけないところで遅刻しちゃったりとか、あ時々出るんですよやっぱ。なるほど、うん、はい。山田さん次行きましょうか。あの一応さっきあのしたアンケートを、ピカソのアンケートを、はい、最終結果、はい、5607票を投票していただきまして、ありがとうございます。はいが 95% で、いいえが 5% なので、うん、残したいなと思います。そうしてください。ありがとうございました。はい、あとはどんどん来てください。そろそろ時間が迫ってきまして、いいもうあと、はい、あともう1問か2問かっていう感じになると思いますけど、はい、のんさんからで、いつも楽しい解説ありがとうございます。時間もお金も制限なく与えられたとして、やってみたい仕事や叶えたい夢などはありますか？ないな。うん、いや制限なく与えられたとしても多分何もやんないんだと思うんだよね。制限されてるからやるんだよね。そうですね、うん、後回しに出ちゃいますもんね。時間もお金もあるってなったら、うん、もう何もしないよ。時間もお金も あってあるんだったら絶対何もしないですよね。夢やりそれでやりたいこととかはないですか？仕事じゃなくて、あもう本当に自由だからね。プライベートみたいな、うん、いやもう仕事はしないことだよ。もう毎日ただブラブラしてることだよ。お散歩ですか？お散歩行ったりさ、気が向いたら旅行行ったりさ、うんうん、いいですね、うん、思いついた時、好きな時に好きなことをできるのが一番理想だよ。だからなんかその飯屋とかもさ、行列しないでほしいよ。俺が行った時にすぐ食えるようにしてほしいよ。それが夢。はい、アートの話とかも続けていきましょうか。はい、28倉40さんからです。日本のアート市場が盛り上がるには、日本の富裕層や権力者が日本で制作している作家や、うん、日本の歴史文化に注目するなり再発見する機会を作ることが必要なんじゃないかと思うのですが、現実はそれには程遠い状態のように感じます。あまり期待もできません。そんな状況で他に日本の市場を盛り上げるにはどういった仕組み作りができるといいと思いますか？よくわからないな。何要するにどういうことだ？日本のアート市場が盛り上がるにはどうすればいいか。そうですね。ああ、みんなが買ってくれればいいんだよね。やっぱ教育なんじゃないのかな。根本的だと、いやもっとも普通に買っていいもんですよっていう、うん、確かに買っていいもん、うん、買っていいもんですよって、うん、そう、楽しんでいいもんですよって、うん、楽しいもんですよって。またどうなんていうかさ、はい、あのキャラクターグッズとかだとさ、自分のもう好みというか、はい、で買っていいってイメージだと思うんだけど、はい、美術ってなんかそこもハードル高くない？これ私がいいって思っていいのかみたいな。なんか中学生とか高校生の時は絵が買えるってあんまり実感がないよね。あ、まあ、かね、中学生高校生の時何も買える実感がないけどな。絵に限らず塗り物だっていう認識がない、うん、ないよね、うんうん、だ売り物なんだよ、うん、まあ、売り物って言葉悪いけど、うん、買えるものなんだよ、ものなんだから。で買っていいし、あの好き嫌いで買っていいと思うんだよ、本当に。なんかあれですかね、高級なものは残しつつ、あの手に取りやすい
ようにしたらいいんですかね。何なんていうか、今でも何億円とかで取引されるものもありつつ、うん、あの本当に中学生高校生が買えるアートみたいなあんのかな。いや、あるんだよ。あるんですかね。あるよ。あ、そういうのはつまりどういうもんなんだろうな。美術、うーん、いや、ちょっとした作品で、はい、そのありますよ。じゃあそれをアートと呼ぶかどうかみたいな、うん、それって逆に高いものしかアートって呼ばないと思ってるからそうなるんじゃないの。でも確かにそっか、あるか。あると思うよ。美術展のお土産コーナーみたいにちょっと作品のミニチュアとか、わかんないけど、あの、そうですね、趣味で作ってるようなものとかだって、はいはいはい、アートっちゃアートじゃん。あ、じゃないの、わかんないけど。そうですね、うん、もうただ同然の、うん、だってそのさ、言葉がのニュアンスがあるだから言いづらいけど、ただ商品と考えるんだったらさ、はい、それは需要と供給だからさ、うんうん、ありますよ、うんうん、それぞれの なんていうかね、価格帯で、うんうんうん、ありますよ、それは。でそれを多分だから値段と価値、作品の価値を履き違えてるんだと思うんだよ、みんな。あ、高ければいいもん。高いのがアートで、うん、安いのはアートじゃないと思ってんだよ。ああ、でもそうかもな、確かに。あるかもしれない、ね。でもそうじゃなくて、別に好き嫌いで買ってよくて、で、要するに自分の買える範囲で買ってればいいんだよ。うん、で、それは、まあ、向こうの方がすごいですとか、すごくないですとかっていう、話はさ、別にアートじゃなくたって何だってあるでしょう、うん、車だってさ、服だってさ、うん、私はこれで満足してんのにさ、うん、いや、そんなの、あの、ね、どこの、うん、いや、ザ・オートクチュールに比べたらさ、うん、服じゃないわよみたいに言う人だっているけど、うん、まあ、どっちも服じゃん、うん、それと同じだよね、うん、アートも。なんか気になるコメントありますか？なんかこのチャンネルで画廊とかアートフェスとか行ってほしいみたいな。うん、皆さんもぜひ行ってみると面白いですよ、うんうん、でだからそういうところを なんかちゃんと学校レベルでもちっちゃい子に教えてあげていいと思うんだよね、うん、別に全然楽しんでいいんだよと。で、なんだったら買えるもんだし、うん、そういうもんもアートなんだよとかさ、うんうんうん、で好き嫌いで見ていいんだよとか、うんうん、確かにそうですね。僕とか和田もいまいち理解できてないのは確かに教育っていうことに結局なる。和田もね、本当に教育の間違ってるところはさ、うん、俺2大そのなんかおかしいなと思うのがさ、英語教育と美術教育なんだよな。あ、英語もですか？だって英語もさ、はい、言葉じゃん、はい、なんかすごくなんか特殊なもんだと思ってんだよ、うんうんうん、言葉じゃん。それを英語圏の人はさ、誰だって話す言葉じゃないですか、うんうん、なんかそれをさ、まず勉強っていうことにしてるよね、うん、でなんかさ、あとさ、できるとすごいみたいな話になってるだろ。そうですね、そんなイメージですね。ねえ、うん、そうだ、そうだ、英語ができるってさ、なんか自転車乗れるとかそのぐらいの話だろ、これだと思うよ。まあ自転車まであれだかなきゃ、俺は一輪車乗れないけどさ乗れる人は乗れるんだろ、うん、そのぐらいのことだと思うよ、英語ができるかできないかなんて、あ、泳げるか泳げないかとかと、うん、同じぐらいのことだと思うんだけどさ、なんかさ、あれ特別なことみたいになっちゃっててさ、だから俺もう受験とかから逆になくしちゃったらどうかと思ってんだけどな。すごいっすね、なるほど、なくすか、うん、もう受験に水泳とかねえじゃん。そうですね英語いらないんじゃないかって
やりたい人はやりゃいいしさ、必要に迫られれば誰だってできるようになるしさ、で日本人がシャイだとかさ、はい、日本語がどうとか言ってるけどさ、なんで日本戦前にあのアメリカに移民した人とかもう生きるか死ぬかでやってりゃ誰だってできるようになっちゃうよ、みんなどこの国の言葉って喋り、ブラジル移民した人はさポルトガル語喋るようになってんじゃんよみんな、全然特別なもんで、美術もなんかそれに似たところがあるんでね、なんか偉いものみたいになってんだよ、で分かりにくいものだみたいな、分からないもので偉いものみたいになってるっていうところがあって、いや無理ってそもそもは暮らしを豊かにするためのもんでしょ、で現代アートとの俺でごっちゃになってるところが一個大きな問題だと思うんだ、そのなんか要するにアートがさ、あの何かを主張する道具となった時代、うん、20世紀以後の、はい、それとそれ以前のものが同じところで語られてる、なんか主張しなきゃいけないみたいなさ、あるいは自己表現をしなきゃいけないとかさ、なんか新しくなきゃいけないとかさ、そういうものと全部同列にやっちゃうから、そんな難しくない昔の古典美術まで難しい話になっちゃってるんじゃないかなという気がするけどね、最後ちょっと深い話だ、ね、いや難しくあれしすぎなんだよね、あとなんか気取って書きすぎっていうのが、俺さこの年でさ初めもうこれもう逆にすごく恥ずかしい話でさ、でまあその現代アート関係のさ気取った文章をさかっこいいと思ってた時代もあったりなんかしたんだけどさ、まあそれ大してかっこよくないことは大人になってまあ割と早い時期に分かったんだよ。でもう一個さ古典の作品技とかもさ、うん、図録とかなんか読んでて思うんだけどさ、ものすごいなんかさあの文学的な表現で延々さ、うん、見たら分かることを説明、うん、してるじゃない、うん、右上に赤いカーテンがありそこがいやほぼ見たことをさそのまま書いてるだけじゃないかこの人はみたいなのって結構このなんていうか無駄さ加減っていうかただそれをなんか文学的に書いてるだけじゃないかみたいな、何なんだろうとずっと思ってたんだけど、これだからそれこそそのピエロのね、はい、話はあって、そのロベルト・ロンギっていうそのあのもうイタリアの戦前からいる美術史家がいるんだけどさ、ロベルト・ロンギの本見たらさ、久しぶりの俺昔の本を見たわけ、昔の美術史の、分かったんだよ、昔の美術史の本は写真が載せられないんだよ、なんか写真がいっぱい載せられないから、載せられても白黒だったりするんだよ、はいはいはい、だからまず作品を説明しなきゃいけないんだよ、へえ、あこの伝統かと思って、あのなんか見たら分かることをくど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 くあそうか昔はそうだと、写真がないからまず作品を説明してそっからどうも始めないと読む人分かんないやっていうの、それがずっと残ってんだよ、いまだになんかなんとなくそれやんなきゃいけないみたいな、あれが残ってんじゃないかなと思ったね、そうじゃなきゃ理解できないんだよ、見たらわかるよってで時々もうそれで終わっちゃってるからね、ただ見たことをただ述べてるだけみたいなさ、ネットニュースみたいになってるからね、なんかテレビで見たことを書いてあるだけみたいな、それはね昔は絵が載せられなかったからじゃないかっていうことが分かったよ、そうするとやっぱりなるべくこう思いリアルにそれを思い浮かべてもらえるようにさ、多少その文学的な習字が入った表現になってくるんだよ、燃えるような赤でとかさ、なんか五郎さんなんかリサーチされるときはそういう文章あっても意味ないですもんね、本当にね、ないね、もう絵見てるって分かってるよ、ね、最近もう
こう60過ぎて旗と膝を打ってこれかと思って、そうかって、かだから昔のリーグルとかもなんかくど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 書いてるんだって、写真が載せられねえからだと思って。あ、でもそれ納得だね。はい、とってもとっても納得だね。とっても納得しました。はい、じゃあちょっと名残惜しいですけれども、もうちょっと2時間あ本当だぶっ続けでやってしまいまして、ちょっと22時ですよ、皆さんもお疲れですよ、もう疲れさせちゃったなと思って、ね、はい、じゃあちょっと和田さんどうでしたか今日。俺腹減ったよ今日楽しかったですね、今日も今日和田待ってたからさ、飯食ってないんだよみんな、和田すいません、いやでもね、ちょっとあもう終わりですかって言ってくださってる人もいますけども、はい、お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます、本当に長時間お付き合いいただきまして、五郎さんも、はい、そういうわけでね、チャットはだから、はい、あチャットえチャチャチャスーパーチャット、はい、スパチャは、はい、ピカソの延長とかに生かしていきたいと思っております、はいはい、ありがとうございます。あと新しくいただいた分野なんかもまた藤田とかね、はい、ダリの2回目とかに使わせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。でちょっとグッズ T シャツはまた正式に情報出ましたら、はい、どこにどこを見ればいいのこれは。ツイッターとか、あと動画にも入れたいなと思ってますんで、うん、そこでまた告知したいと思います、はい、じゃあお願いします、はい、ようやくサンプルができるところまで来ました、はい、はい、おかげさまで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、それではじゃあ、はい、じゃあどうも皆さん、はい、長時間お付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。若者ともお疲れさん、お疲れ様だ